武藤はブーイングですね。今日は古巣戦、古巣のサポーターからはブーイングが今聞こえました。 FC 東京、松木です。松木、グランダー、オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、ナイフだ。さあ前線へボールが入る。大迫、フラッグが上がりました。オフサイドプレーです。パスが見える。さあ中川、横パス、ディエゴ・オリベイラ。今度は FC 東京カウンター。中川、足がかかって、これはファウルです。イエローカード、大きなイエローカードが出ました。おっと、この後の接触、マスクが起き上がりました。スーパーモネットは、さあ、キッカーは松木。ちょっと今日追加点のチャンスです。松木、ナイスキーパー、前川、ビッグセーブ。いや、素晴らしいセーブですけど、ベンチから左だっていうような指示が出てたんですね。あ、そうですか。はい、多分それを前川は確認したと思いますけど。さあ、キッカーは大迫、決めれば3試合連続ゴール。大迫転がしてゴールイン。あ、場内大歓声です。アドリント長友来てるのがすごくないですか。来てます。さあ、長友だ。長友跳ね返した。いいの。長友来るの怖い。サポーター手拍子。試合最終盤、あーっと、ここはうまくいきませんでした。そして試合終了です。100分超えの激闘、ドローゲーム。お互い勝ち点1を分け合う結果となっています。